はい、1本目はコオロギ君と面取りでした。拍手。はい、ありがとうございます。まず1本目は可愛いコオロギ、まさかあんな早い段階で食べられてしまいます。びっくりなアニメーションからスタートです。ではですね、今日5本目の残りあと6になります。次は可愛いですね、クマが主人公のアニメーションをお届けしたいと思います。はい、3匹のですね、可愛いクマが主人公のこちらのアニメーションです。はい、これすごいレアなアニメーションです。見ないと後悔するアニメーションを皆さんにお届けします。一見可愛らしい3匹のクマなんですけども、実はですね、大のいたずら好き。しかもこのアニメーションですね、すごいシュールでナンセンスで、もうびっくりな展開が続きます。実はもう戦前に作られたアニメーションなんですね。昔から日本のアニメのレベルは高くというのがとってもよくわかる一本です。ではみんなで楽しく見ましょう。行きたいと思います。3匹のクマさん、朝日離れていいなんて言ってないよ。あれだ。